はい、皆さんこんにちは、横マックスです。本日の日にちが2018年10月の6日土曜日、3連休の今、初日なんですけど、今日はですね、またまたタムタムに行ってきました。で、ちょっと今日はね、 N ゲージを見に行ったんです。で、そしたらたまたまあの商品がですね、少しね、安くなってたんですよ。それでつい買ってしまいました。紹介したいと思います。じゃじゃん、加藤の KQ2100 型ブルースカイトレインです。完全にまた衝動買いをしてしまいました。もともとこの、もともとの価格はちょっとすいません、わからないんですけど、結構高いんですよ、これ。なんですけど、確かね、1万3000円ぐらいでした。すいません、大体なんですけど、大体そんぐらいで、結構安く、セールっていうかね、特別価格っていうかね、なんて言って、ちょっと安かったので購入しました。僕、もともと買う予定はなかったんですけど、加藤さんから京急が出るっていうのはね、前から知っていて、もう出てるっていうのは知ってたんですけど、なかなかね、買うことがなかったんですけど、ちょっとね、今回この機に購入してしまいました。はい。京急といえば赤色が特徴なんですけど、今回はね、ブルースカイトレインということで、青色です。初めて買った京急がね、ちょっと、ブルースカイっていうのはちょっといろいろあると思うんですけど、安かったっていうか、ね、この値段で買えて、しかも、そういう機会ってなかなかないんじゃないかなと思ったんで、買ってしまいました。はい。ということで、ちょっと今ね、いろいろ僕、本当に驚いてるわけなんですけど、早速開封していきたいと思います。それではどうぞ。はい。ということで、早速開けていきたいと思います。KQ2100 型、ブルースカイトレイン、8両セットですね。では、早速開けていきましょう。じゃじゃーん。ちなみに言うの忘れましたけど、これね、行き先シールとかもパーツとかは取り付け済みですので、ちょっともう開封してしまってますが、ご了承ください。では、まず説明書ですね。そして本体。おー、いいですよね、この、めっちゃくちゃ青。めっちゃ青。では早速見ていきたいと思います。先頭車両こちらです。おー、いいねー。京急ってね、本当に、もうなんか京急って本当今まで買ったことがなかったのでね、ちょっと新鮮な感じでございます。なんかいつもは、しかも私鉄だね、僕あんまり買わないと言ったんでね。でちょっとピントが合うのが難しいんですけど、合わせるのが難しいんですけど、こんな感じで、細かく再現されております。京急と見えるかな、ロゴも入ってますね。だいたい京急ブルースカイトレイン書いてありますね。で、全面こんな感じです。いいですよね。で、今回は行き先はですね、これ自分でつけることができたんですけど、海徳三崎口行きにしました。なぜかというとね、いろいろ回ったんですけど、この説明書に書いてあるというか、この写真のね、行き先が海徳の三崎口行きだったので、ちょっと、特に言わないんですけど、一緒にしたかったんで、これにしました。で、こっちも同じ感じですかね。この側面の行き先が結構ね、ちっちゃくて難しかったですけど、なんとか今回頑張りました。でね、結構思ったのがね、台車あたりがかなり白いですね。白っていうか灰色っていうのかな、結構明るい感じで結構目立ちますよね。はい、ちょっとこれが面白いなと思いました。2号車行きましょう。2号車はこんな感じです。ちなみにまたね、言うの遅れましたけども、京急って車両の、幅が普通のやつより短いんですよね。それも京急の特徴でもあるところかな。3号車行きましょう。ここはパンタグラフがついてますね。こんな感じです。これ買ったら絶対普通のケーキの赤色のね、2100型も欲しくなっちゃうな、確実に。これ持っててね、赤いの持ってなかったらなんだよって話ですからね。いずれ買いたいと思います。パンタも上がりますよ、ちゃんと。はい、いいですね。続いてがモーター車になります。はい、続いてこちら、もうこっからは普通の中間車ですね。いや、でも本当になんかかっこいいな、京急。京急というと僕はグリーンマックス
っていうイメージがすごい強くてね、まさか加藤さんから京急がね出てるっていうのはちょっと、びっくりしですけども、まあ、本当は他の形式も欲しいんですけど、なかなかグリーンマックスさんお値段結構高いんでね、なかなか手が出しにくいんで、うん、あんまりシリーズが京急はそんな買い揃うことはできないと思うんですけど、まあとりあえず2100は買いましたよ。こんな感じです。京急って線路の幅広いんですよね。だからちょっと正直言うと、僕の N ゲージのレイアウトでね、京急と全然普通の在来線とか、普通の例えば横浜線とかとも一緒の線路走ってるって、なんかなったらちょっとリアルさに欠きますけど、まあそこは N ゲージっていうことなんでね、まあそこまで気にしなくていいよねはい、でもちろんパンダがついてます。ちょっと正面こっちから当ててるから、ちょっとこっち暗くなっちゃうんだよね。パンダはさっきあげたので省略ということで、で最後ですね、まあ同じ顔です。やっぱいいっすね、この顔すごい京急って感じがしますね。もうレビューがもうへったくそだけどはい、こんな感じでございます。8両ですね。はい、では最後に、いつも通りライトのテストをして終わりたいと思います。はい、ということでね、早速レールの上に乗せてみましたので、ライト点灯させてみたいと思います。ヘッドライトから確認していきたいと思います。出てきます。じゃじゃーん。はい、こんな感じでめちゃめちゃ明るいですね。ちょっと今ね白飛びしちゃって映ってないけど、ちゃんと行き先も明るく表示されております。で色もね結構リアルですね。ちょっと黄色っぽい感じの、色もしっかり再現されてていいですね。かなり明るいです。ではテールライトいきましょう。じゃじゃーん。あ、テールもなかなか明るいですね。はい、個人的にはやっぱヘッドライトつけてた方がかっこいいかな、正直。うん、だけどやっぱテールもいい感じでございます。はい、やっぱね京急インパクトがありますよね。これは、買ってよかったかな、今回は。本当に今回もよかったかな、今回はっていうか。はい、ということでまだ、まあ、ちょっと言うの遅くなりましたけどね、自作のカーブホームもねいよいよ完成したのでね、ちょっとそれも合わせて走行動画を撮っていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。いやー、よかった。京急買う予定なかったんでね、ちょっとびっくりですけど、うん、よかったです。以上でございます。さよなら。